皆さんこんばんは、YouTube シラバスフランス料理担当の酒井篤です。いつもご覧になっていただきありがとうございます。ですね、2年前ぐらいからずっと、YouTube を通してフランス料理の、簡単な、レシピのご紹介を続けてまいりました。今日12月19日ですね、2016年12月19日をもちまして、なんと、100本目の、放送となります。100回全部見たって方はおそらくいらっしゃらないかと思いますが、200回300回と続けていけるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、クリスマス直前、ターキーやローストチキン、ローストビーフなどではなく、お子様も楽しんで召し上がっていただけるロールキャベツのご紹介をしたいと思います。材料こちら、豚肉は三元豚ひき肉です。玉ねぎ、パン粉、チキンブイヨン、ソース用、お塩、キャベツ、キャベツ千切り、生クリームもソース用です。茹でていきます。お塩入れて、本当は100回記念でどなたかゲストでも呼びたかったんですが、なかなかね、お忙しい時期なので呼ばずに、僕とスタッフとひっそりとやってます。しかし今年の異常気象で今年のキャベツは高いですね。来年もこういう風にならないければいいんですが、大事に大切にキャベツを楽しみたいと思います。僕たちフランス料理そんなに、ね、頻繁に大量のキャベツは使うことがないんですが、大量にキャベツを使われるような飲食店は本当大変だろうなと。2倍3倍ですからね。では、氷水にキャベツ柔らかく茹で上がったら氷水で色止めをしていきます。キャベツ水気を切りますね。あんですね、ファルスを作っていきます。三元豚に玉ねぎのみじん切り、もうシンプルな材料です。パン粉、お塩、お野菜もね、たくさん取っていただきたいので、人参と、これはかぶです。もう蒸すか茹でるか電子レンジでチンするかいずれかで火を入れておいたものです。で、卵は使いません。パン粉で十分つながります。最後仕上げにトマトペーストです。ケチャップだとね、ちょっと甘くなるかもしれないですけど、お子さんだといいかもしれないです。これはトマトペーストです。トマトペースト、
ね、6等分。芯の部分がこのね、この部分、まあ削るか、潰すか、手切らないようにしてください。あの肉たたきとか麺棒とか壊れないような硬い道具を使って潰すと。で、オーソドックスな俵型に包むと、こんな感じですね。簡単です。並べます。で、チキンブイヨンです。チキンブイヨン加えて蓋をして蒸し煮にします。8分間。はい、ロールキャベツが煮上がりました。火が通ってます。一旦取り出しますね。一旦取り出して、このロールキャベツを加熱した煮汁に分量の千切りキャベツですね、加えて、タイムとローリエ、蓋をして、10分煮込みます。はい、キャベツが柔らかく煮上がりましたので、ロリエとタイムは、タイムとロリエは取り出して、生クリームを加えて あとカレー粉ですね、香り程度に。キャベツのピューレを作って、それをロールキャベツのソースにします。熱いものは十分気をつけて、粗熱を取ってからミキサーにかけてください。膨張暴発して火傷する恐れがあります。で、先ほどの鍋に戻し入れます。お塩、ロールキャベツ戻し入れて、では盛り付け。エキストラバージンオリーブオイル、ロールキャベツの完成です。はい、では試食していきます。ロールキャベツ、お野菜たっぷりですね。うん、おー、素晴らしいです。見た目はクリーミーに見えますけど、ほとんどキャベツで、少量の生クリームでまろやかに仕上げてます。詰め物、豚のあんには、トマトペーストの隠し味がありますので、非常にこうクリーミーなものと、トマトのうまみとのバランスが、取れて、素晴らしいロールキャベツに
になっていると思いますので、クリスマスにぜひお子様と一緒にですね作って食卓へ、で楽しんでいただけたらなと思います。100回記念なんとか無事に、終わりました。また200回記念の時はたくさんのゲストをお招きしてやりたいと思いますので、よろしくお願いします。セボンです。